さんこんにちは、つるじーです。はい、いつもさんです。僕、リッキー。というわけで本日はですね、モーリーファンタジーさんにお邪魔しております。というわけでね、少し前にモーリーファンタジーさんで動画撮らせていただいたことあるんですけど、今回もモーリーファンタジーさんでね、遊んでいこうと思います。前回覚えてますか、何やったの。クレーンゲーム。そう、クレーンゲームをやったんですけど、今回はメダルゲームをやっていこうと思います。おお。大人になってからやるメダルゲームと、子供の頃にやったメダルゲームは格違う。楽しかった方がガチになる。というわけで今回メダルゲームで遊ばせていただくんですけど、今回の企画は30分で誰が多くメダル増やせるか対決。ということでですね、一斉に同じメダルのパスで始めて、30分間メダルゲームでたんまり遊んで、最後一番メダルが多い人が勝ちという対決でございます。さあ、というわけでね、つべこべかべこべ言ってもメダルは出てこないんで、早速やっていきたいと思います。はい、というわけでメダル500万を交換したんで、もう早速もう今から30分間真剣に増やしましょう、うん、はい、というわけで早速やっていきたいと思います。はい、というわけで勝負がスタートしたんですけど、一緒にボクタンボクタンサブマリンという機械で遊びたいと思います。こちらの機械はですね、ここに爆弾を落とすところが3つあるんですけど、それを落としてここの潜水艦を倒してメダルを増やそうという機械でございます。どんどんパワーアップしていくと、こういうでっかいのとかも倒せるようになるところですね。じゃあちょっと一回やってみます。3、1、2、3、4、よっよっ、はい、やった今。じゃあちょっと増えたんでパワーアップしていきたいと思います。じゃあこの棒をね、倒してみたいと思います。よっよっ、あ、やった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 、棒増えました。じゃあさらに強化していきたいと思います。3発打つと30減るんで、高めで出したい。次40いっちゃうから、40、それおお、それおお、よっ、あー無理だった、わ、やったやった、おっ、当たれ当たれ、ペイアウトします。やばい、大量。続いてやる機械はですね、仰天がポリスジ真相回転という機械でやっていきたいと思います。こちらの機械はですね、最初にこれ好きなお寿司を選びます。で、まあ僕はじゃあちょっと中トロ行こうかな。で、今中トロのお値段が3なんで3減りました。で、この上に書いてあるこれは当たったらこんくらいもらえるよっていうやつです。なんで僕はちょっと多めのアナゴ2貫を切っちゃおうかな。この後にこのルーレットで5つ玉が出るんですけど、この時にアナゴが2貫出ればもらえるというゲームでございます。さあ、始まりました、抽選が。だから中トロかアナゴが来ればいいですね、僕は。うわぁ、ナッコだ、あーやばい、ナッコだ、あははは。でもあと2球あるんで、ちょっと負けてしまいました、悔しい。はい、というわけで次の機会はマニクのパンチパーティーという機会をやりたいと思います。まずメダルを入れると、餌がセットされて、餌に食いついたワニをこちらのハンマーで叩きます。で、これで倒したらここに書いてある分のメダルが、もらえるよというやつでございます。じゃあちょっと一回やってみたいと思います。よいよいよ、よし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 、これがまずパワーアップさせていくと、こういう80とかのワニも倒せるようになっていくという感じでございます。じゃあちょっとパワーアップしたいと思います。パワーアップしたんで、1回叩くたびにメダルが3枚減るんですけど、その分強くなるという感じでございます。よっ、やったー、15。で、ちょっともうこれパワーアップして、で1回叩くごとに10枚減っちゃうんですけど、でかいワニ倒すそうなんで、ちょっとやってみます。よっ、やった、50ポケット70、おっしゃ70、やばい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 、やばい、はい、というわけでちょっとね、めちゃくちゃ増えちゃったんで、ペイアウトしたいと思います。260枚ゲットしちゃいました。やばいやばいやばい、さっきよりも大量、最初より増えてる。ということで、ここまで増やしたんで、最後にやりたい機会あるんで行きたいと思います。はい、というわけで最後はレッツリゴーをやりたいと思います。こちらはですね、こうやってメダルを入れると、箱からこのメダルが出てきて、この浮きボールまず落とします。で、こちらの浮きボールが一番大きな穴に落ちたら、フィッシングチャレンジといって釣りができるチャレンジが起こります。で、これ見てもらうと分かるんですけど、金の浮きがあるんですよ。この金の浮きを5個落とすと、バテライトチャレンジというチャレンジができて、こちらのチャレンジではジャックポットのチャンスが得られるチャレンジでございます。なので、この金の浮きを落とすのを狙いながら、僕はずっとここで増やしていきたいと思います。こんだけあるんでね、もう余裕だと思います。待って待って、せーの、ほい、よし、当たる当たる、あっ、
50? ああ、メダル50か。でもまあまあまあ、50すごいよ。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。リトライチャレンジ？ちょっと、リトライしよう。さあ、来い、リトライ。ジャックポットにかけとるんや、俺は。お？ジャックポットステップのかけら。俺、ジャックポットもっかいやりたい。転送、転送。お、稲妻。電撃ゲージ。やりたい、ジャックポットチャレンジ、やりたい。さあ、来い。やったー！もう一回できる。来い来い。わ、100枚やった。やばい、100枚出てきた。待って、やばい、大量に落ちてる。すげえすげえすげえ。というわけで結果発表と言いたいとこなんですけど、その前にこちら見てください。大体ごとにスロットゲームやるとポイントが貯まるんですよ。でこれポイント500ポイントでメダル500枚、これ普通にお得なんで、ちょっとやっていきましょう。魔王ポイントと D ポイントカードでできるんで、じゃあまず魔王ポイントからやっていきたいと思います。これでやっ、これでね、いちご3個が20ポイント、バナナ3個が5ポイント。揃わなかったんで1ポイントです。でもまだね、 D ポイントもあるんで、 D ポイントカードでもやっていきます。ほら、さあ、いちご、いちご3つ。あ、いちご、おい、これ要するに最低でも500回来ればもう無料でメダル500枚もらえるということで、お得なんで、皆さんもぜひモーリーファンタに来た際はやってみてください。はい、というわけで戦いが終わりました。というわけでですね、残りの枚数チェックしたいんですけど、1枚1枚数えてたら多分日が暮れちゃうんで、こちらにですねメダルを預けれる機会があるんで、そこに預けて何枚か見てやっていきたいと思います。というわけで、まず自信のある人からいきましょう。まあ俺、まあですよね。じゃあちょっといきましょう。もうあるんじゃない、これ300は18。377枚。じゃあ次リッキーさん行きますか。さあリッキーさん、どんくらいあるのかな。お、結構結構、おー、でもそこそこあるんじゃない。これ僕が377、おー、180枚か。もしかしたら俺といい勝負かもしれない。じゃあちょっと次僕行きたいと思います。ちょっともう見んといて。あ、じゃあ分かった。じゃあ出るまでちょっと見んといて。はい、数えろ、押した。はい、見て見て、いくよ。65かって、いくよ。5枚。はい、というわけでどうだったでしょうか。僕の圧勝でしたっけ。悔しい、マジで。なんかこう本気でメダルゲームやることってなかなかないじゃん。すっげえ楽しかった。というわけで今日僕たちが遊んだメダルゲーム、みんなもやりたいなと思ったら、ぜひホーリーファンタジーさんへ足を運んでみてください。それでは皆さん、ズルバイ。